じゃまだご飯の時間じゃないよ。早すぎる。こっちおいで。1時間経ちましたよって顔してよし。いいねデニム。じゃあほら見て、おそろ。おそろです。デニムですか？デニム。たくママもデニムって。いいよ。たらもしかしたらロングリードできるかもしれない。ほら、じゃあロングリード好きやろ。ロングリード走れるけね。ちょっと今日はね、お外に公園に行きたいけど、ストレス発散ですよ。昨日ちゃんとお散歩的にやったけね。どんどん山道入ってきた。そっちじゃない。着いたよ。着いたよ。どう行けばいいんやろね。どう行けばいいんやろ。あいちゃん、これ多分ロングリードできる系の公園じゃないわ。山道やない、下手したら。ね、歩ける？うん、歩けるけど、多少ならね。ほら、天満宮って書いてある。公園に着き。うん、公園なんだ。現在地。飲み物欲しいね。そうだね。あっちゃん、このペースだと日が暮れる。新しいところやけね。全部新しい。こんな分かりづらい。あ、でも色分けされてアスファルトと遊歩道と山道、上り口。現在地が分からん。上り口も見えんもん。あれが三林みたいなところでね。うん。わ、すごい。さっき気をつけてね。落ちるよ。そう、気をつけてよ、さく。結構下崖だよ。たくちゃんワープします。ジャンプせんでいいと。どうさく、この街を手に入れた気持ちは。これが天下の景色。あくび。退屈。悪くないわって。悪くない？うん。殿様になった気持ちあるさく。見下ろしようよ。見下ろしようよ、この街を。天下の大将軍だわ。よかったね、咲く。じゃあここが防府市や。咲くちゃん、ロングリードできる感じじゃなかったね。ねえね。選手交代。ここも桜の木やろ。なんかめちゃくちゃ桜が植わっとるって書いとった。へえ、できるかろうね。ねえ、春に来るんやろうね、ここは。桜もいいけど、やっぱり天満宮やけん梅の木いっぱい植えとってほしいわ、個人的には。あ、梅の花あった。梅の木やった。
梅の小道？本当やん。あ、ここは梅がいっぱいあるんか。さすが天満宮。ごめんごめん、行く行く。いや、こんなに一緒のが横並びの自販機も珍しいな。8種類しかない。8種類なんてや。春風楼、五重の塔の建設を始めましたが諸事情で建設を中止しました。甲府市のサグラダファミリアや。恥ずかしい。なんで近くにおらんの。ダメ。あ、でも豊富天満宮って書いてある。あ、ちょっとダメ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 。判断が難しいね、うん、子供が来た。じゃあこっち行ってみるか。お、なんだって。ちょっと横の道それてみよう。何があるんやろ。ね、ここは公園やからセーフや。イノシシ注意の看板が倒れた。あ、公園があるよ。遊具の広場、遊具広場。遊具。そう、左から2番目。え、左から2番目？誰がどう見ても犬やん。犬？え？どうやったね。遊歩道としては綺麗に整っていい道でしたね。綺麗やった。お買い物行くよ。よいしょ、お買い物行こう。はい、よいしょ。疲れたんやろ。もう今日は天神山公園で終わりよ。ね。じゃあ天満宮今度お参りしに来ようね。頑張っとるよママ。ねえさく。頑張ってねとよ。うん。待てよ。待て待て。今日実は結婚記念日なんだ。イエーイ。マグロかな。